お、これ何これこれこれ何これ、なんか怪しげな怪しげなライト。これストリップバーじゃないのこれ。まあ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 、これちょっとちょっと後で寄りたいです。私もね、あのバチラーズパーティーっていうね、結婚前夜の時にストリップバー何回か行って、あーなんかラスベガスにあるような感じで、いやらしさはそんなないんですよね、アメリカの方は。うん、なんかむしろお酒飲んで楽しむ場みたいな感じなんで、なんでね、まあ楽しかったですよ。お友達がね結婚する 前夜にあのはしゃぐんですよ、ストリップバーとかね行って、それにお付き合いして、さてさて、うん、アラブから来てるからお前嫌いだと思ってんだろ。I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. なんだなんだなんだ。Okay, so what you got for him? James DeSanta. James DeSanta. He's already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. 車。あーなるほどね、なんか多分お金が入ってきて、ちょっと血がついてるのすごいよね。左胸なんか打たれてますけど、完全になんかちょっとスリムなジャイアンみたいな感じですけど、だいぶなんかお金をね、多分インターレストって言ってるんで、分割払いしてる人のね、あの車を取り戻せみたいな、車がぶっ壊される前にねっていう、なんかそんな感じなのかな。よし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 、とりあえずいつもね話しながらだと本当適当になっちゃうんで申し訳ない。よーし、綺麗だな本当に。よし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 、こういうニュースのチャンネルはあんま好きじゃないですね。何にしようか、いいな、ああいう車はちょっと撮りたいけど、まあいいや、この車の方がいいか。私あんまりスポーツカーはねファンじゃないんですよ、そんなに。おお、誰誰。Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. Ah, I hear you took the bike for yourself, my employee. Ah, bike 取ったんだろう。Me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. 車をあいつから取り戻したら話聞いてやる。So you'll need to gain access from inside the house. Inside the house. Ah, 車の中じゃなく、車ガレージには家。家の中から入るって、バイク取ったのは分かってんだろう、分かってんだからなって言って、車取り戻したら話聞いてやるよって言って言われましたね。でもあんな人バンバン殺して事件にならないのがこのゲームのいいところ。よし、とりあえずやっぱり車を取り戻すミッションみたいなんで、とりあえずハウスに行けってなってますね。ちょっと失礼します。よし、車もなんか元に戻るみたいです。元に戻るのかな、前はなんかボロボロになるとね直さなきゃいけなかったんですけど、塗装変えたりで、どこかな、ここ、ここじゃない、ここじゃないね、もうちょっと先か。なんか結構いいところ、いいところですね、いいところのお住まいの人みたいですけど、ちょっとすいません。よし、で、あれまだここでもないの、あ、向こうか。ちょっと道の真ん中で、俺の方が悪いのか。歩道を爆走してる私が悪いです。Find a way into the house。家に入るやり方探せって言ってますけど、これなんか取られちゃったりしないのかな、大丈夫かな。なんか家に入るやり方があるみたいですけど、裏から入ったりするのかな、この感じだと。塀で囲まれてるね、塀で囲まれてるね。ほんな真っ昼間から堂々と塀乗り越えるのもちょっとなんですからね。こっちから入れないのかな、すいません、失礼します。ここはこっから入れんじゃないの、ちょっとキック、キックじゃ開かねえな、さすがに。なんか多分どっかから
あ、よじ登れる。でも、こっから先は行けない感じか。こっから行くとか。あ、いたいたいた。このなんか倒れ方が絶妙で私大好きですね、このゲームの。あの車にコツンと当てられただけでよろけてなんか立てなくなるでしょ。あと前作であった消防車とか、消防車の放水食らってあのよたよた歩き回る姿が滑稽で滑稽で。こういうとこから登れないのかな、それダメか。あ、ちょっと、そんなんでもう転んじゃうのね。結構な感じですね。どっから入るのかな。あ、ここから入れそう、こっから入れそうだね。ちょっとね、ここ入れんじゃない。ほらあれ、プレス L to enter ステルスモード。ステルスモードになるとムービングアラウィルジェネレートレスノイズ。ああなるほどね。これがテニスコートみたいです。テニスとかもなんかミニゲームができるみたいな楽しみなんですよね。ステルスモードになると音が静かになるらしいですね。音消せるって。なんかステルスのそのスキルもあるんで、ちょっとぜひ使っていきましょうか。よし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 。こんな勝手に侵入していいのかな。撃たれてもおかしくないですね、このシチュエーションだと。撃ち殺されても勝手に入ってるわけですからね。アメリカだとね。 To teach the open window、 あ、 To reach the open window climb onto the car then onten roof by pressing X。車に乗っかってから、屋根に飛び移れって書いてありますけど、これ?あー、なるほど。ちょっと、降りちゃった。よいしょ。窓にたどり着くまで、まあ、たどり着く、お、いや、こういうふうにやるんですね。ジミーがビッチって呼んだとか言って、騒いでますけど。ここから入っちゃっていいのかな。失礼します。ちょっと一応武器持ってった方がいいけ。あ、なんかお姉ちゃんいるよ。どうすんのこれ。アボイトアラーティングザレジスタンスって書いてありますね。ちょっと銃は使うの控えましょうか。レトリーブだか、あの車を奪えって奪還しろって言ってますね。ステルスモードになりたいんだけど。失礼します。あ、そこにいる。ちょっとステルスモードとかすごい苦手なんですね、私。どこ。あ、ちょっとまずい。はい、失礼します。ちょっとガレージはどこにあるのかな。どっから行くの。ちょ、まずい。どこに行こう。なんか教えてもらってるんで、テニスを。ガレージあった。失礼します。そーっと行って、これか。ハマっぽいですね、ちょっとね。よし。で、take the car to the dealership。失礼しまーす。さよなら。で、どこから行くのこれ。お、いいね。あ、ちょっとごめんね。車開けちゃって。よし。なんだ。あー、ちょっとごめんね。ちょっと画面見てると。オッケー。日が落ちる前にって言ってましたけど、ちょっと見にくいんだけど、すごい。あ、誰か乗ってる。ああ、ただ運転し続けろ。これ誰これ。Unlikely. Considering my son just got the car. And look at it. Take me where you were going. And look at it the way you're going about this. My guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe 調査会社的なね、あの、なんか、なんていうのかな、お金回収のところで働いてんだろみたいな。カーディーラーで働いてんだよって言ってますけど、お父さんなのかな。
父さんって言ってますね。なんか俺には関係ないよって、あんたらの問題でしょ、俺は頼まれただけなんだっていう風に説明してましたけど、この関係性がよくわからない。多分子供の車なんですかね。でお父さんが車に乗ってて捕まえようとしてたの。そんな潜んでたんだずっと。すごいね。ちょっとね、来るのが分かってたってことですよね。バレちゃってたのかな。それともミッションにもなんか2通りのタイプとかあるといいですよね。完全ステルスで行ったら誰も車にいなくて、そこまでうまくはできてないかな。さすがに2通りのシナリオが用意されてるとかね。Hey, man. ここだよ。 OK. Stop the car. Pull. 車止めろって言ってますね。どこに止めればいいのかな。ここ、あそこね。黄色いサインが見にくいですね。もうちょっと違うやつにしてほしかったら。That the place? そこだろ、そこだよ。Drive into it. Right through the fucking window. ああ、この人、お葬式にいた人か。I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. 冗談だろみたいな。これが冗談に見えるか。ただ、運転してね、店の中に入れって言ってますけど。Come on, kid. さて、失礼しまーす。どうすんのかな、これ。え、どうすんのこれ。あそこ割れって。ほら、行けー。Shitty situations, dog! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Get out of here, kid. どっか行け。おお、格闘すんだ。おら、おら、おら。今度キャラクター変わるんですね。倒すってよりかはこれ痛めつける感じなのかな。ちょっと A でキック、A でキック。お、よけた。ほら、これでキックでよ。お。この車が分かるかって。ああ、ちょっと高すぎるって言ってるんですね。なんか5グラント。うん、高すぎるって言って。彼からはちゃんと証明をもらってやってるんだよって。普通の商売だったんだって言ってますけど。But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. もうここに俺を戻ってこさせるようなことはすんじゃねえぞって言って。ただ痛めつけて終わりなのかな。なんか人がコロコロ変わるんですね今回は。へえ。よし。で？今度はこの人になる。コンティニュー。で、どうすんの？スイッチビトゥインマイケルの、マイケルとフランクリンっていうのがメインのキャラクターなのかな？どんどん増えていくみたいのかな？ホールドトゥビュータスイッチメニュー。これでホールドするんですね。あ、なるほどね。キャラクター1、2って書いてありますね。じゃあ、なんだろう。でも喧嘩相手みたい、なんていうのかな？敵対する感じになっちゃいましたけど、いきなり。Some mission can only be started by specific... ああ、なるほどね。なんか特定のキャラクターでしか始められないミッションがありますと。変えてくださいというふうに書いてありますけど。これ走っていかないといけないわけ？ん？なんかアマンダ？アマンダって人からメッセージが来た。マイケル、you bought that coat but the never use it. ああ、なんかコート買ったけど着てないよねって言って。なんか、誰？アマンダって。で、この人は一体いくら持ってる？武器とかなくて大丈夫なの？お、7800ドルも持ってますぞ、この人。ちょっと武器買いに行こうか、じゃあ。ちょっと、自由度が高すぎて、こっからどうするのかはわからないっていう。じゃあ、とりあえず適当な車を見つけていただいてきますか。これはあれかな？これいいな。これもいいな。あ、ちょっとなんかいい車あるじゃん。これいただいていこうか。これいただいてきますかね。なかなかいい車ですぞ。
じゃあこれに至った曲かな。それ失礼します。はい失礼します。さあちょっと危ない危ない。よしちょっと一回太平洋を下げるためにこっち行って、M ってとこに行けばいいのかな。この感じだと武器とかは買わなくて大丈夫なんじゃないかな今のところ。ああ銃も持ってない撃っちゃったよ。ちょっと間違えちゃった。また街中でブッパーしてね、ちょっとまずいまずい。こんな建物前のシリーズにもあったような気がするな。よしはい失礼します。あここに戻るのね。この人は何だろう、息子って言ってたような気がするんですけど、あれでもミッションの報告をしないと誰かに行けないですよね。よし多分入る場所がどっかにありましたよね。よしここか。ちょっと早すぎこの車。ここで OKOK。 これがマイケルのセーフハウス。いい家ですね。パーキングゼムインダーガレージ。うんで、ガレージに車を止めて、はい、OK。 よし拳銃はしまっとこうか。よし切り替えも楽になりましたね。前はスイッチする感じだったんですけど。家に戻ってきた。ちょっとご立腹のようですけど。で、なんだ。なんか喧嘩してるけど家族なんですね一応なんか喧嘩してる娘さんなのかな。お母さんと娘さんがボーイフレンドのことで喧嘩してるのかな。ホームレスじゃないとか言ってるけど大丈夫。この人自身はすごい成功した感じなんですね。多分銀行と冒頭のね銀行強盗で出てきた一味だと思うんですけど、元悪って感じなのかな。いい生活してますね。あらこれはフランクリンじゃないですか。見れば見るほどなんか痩せたジャイアンに見えますけどなんだ何が望みだ。お酒一緒に飲みに来たんだっていう感じですね。とりあえず座れ、ね、また強盗すんじゃねえだろうなって言って。俺は、強盗はしないよって言ってますけど、何ができるかい、この人はいい人なんですよね多分ね。結構なんかできることはないかいって言って、このおっさんの方はね、マイケルだっけの方はリタイアって自分で言ってましたね。だからもっと悪っていうことで今は普通の生活を送ってる感じなのかな。君はね、いい子に見えるからって言ってアドバイスをやろうって言って、いろんなさまざまな悪いことをして、ラッキーだったらね、すごいギャングスターになれるかもしれないが、とりあえず大学に行っていい仕事を、ね、得て、それが資本主義ってものさみたいな感じで言ってますけど、この人の顔はなんかトム・サイズモアと誰だっけな、あの人、あマイケル・マドセンだ。マイケル・マドセンに似てるなんか感じですね、合わせた感じ。映画のこと話してますね。映画のファン、80年代の映画のファンタジーから抜け出せないんだって言ってますけど、顔がリアルですね。しかしまあ見れば見るほどトム・サイズ・モアに見える。トム・サイズ・モアも確か何かのシリーズ、このゲームのシリーズのキャラクターでしたよね。
least I can do is buy you that beer. とりあえずビールでも飲み行くかみたいなね、うん、近くにね気に入ってるバーがあるんだって言って、こっから近いからって、ね、あ、こっから動かせるんですね多分。 OK OK。 Let's take Amanda's car. アマンダの車を使っていこうって言って誰かから電話。 Hey Jim。 あ、ジミージムって誰だっけ。 あ、息子さんか。 I'm going down the Western Highway. It's been stolen.What? 高速道路に The yacht's been stolen? 俺のヨットが盗まれた。この息子はお金が必要だからお父さんのヨット売っちゃうと思ったんだって言って、そしたら奴ら買う気なんてなくてただよこせって言ってきてるんだって言って、今隠れてるって言ってますね。とりあえずプランは変更だって言って、愛しの息子がって皮肉っぽく言ってますけど、トラブルだって